岩戸台です。降りのお客様の着きましたドアから。最初の予定通り、ワックでハンバーガーか、オクトパシーでたこ焼き買うか。そうしよう。あれ、文吉爺さん。おお、こんにちは。大荷物ですね。持ちましょうか。ありがとうよ。じゃあこっちの袋を頼んじまおうかの。重いぞ。あ、ほんとだ、重い。じゃあ僕こっちをお持ちします。ありがとうよ。重い。さすが月光館学園の生徒さんは紳士じゃの。ははは。古本市に行ってきたんじゃよ。つい買いすぎちまっての。仕入れですか？いや、プライベートっちゅうやつじゃ。なんか面白いもんがあるかなと思って。そしたら息子が子供の頃大好きだった図鑑シリーズを見つけての、懐かしくってつい全巻買っちまったのよ。息子さんって？元月校の教師で事故で亡くなったんだ。それはお気の毒に。さあ到着。今店開けるからの、袋はその辺に置いとくれ。よいっす。腕が抜けるかと思ったよ。たらしないの。わしが若い頃は両手に米俵でお手だましたもんじゃぞ。嘘ばっかり。はっはっはっは。ともかくありがとうよ。いや、歩き回って疲れたわい。ああ、じゃあこれ履いてみます。ジカネット田中の新製品、超健康サンダル Z。 ほー、一応足の疲れが取れるっていうやつなんで。俺らじゃ小さいんだけど、おじいさんの足なら。あん、どれどれ、履かせてもらおうか。あ、よよっと。ほー、こりゃいい心持ちじゃ。聞いてるな。なんか聞きすぎてて怖えけどな。しかしちときついの。ばあさんじゃったらぴったりかも。じゃあおばあさんにあげてください。え、いいのかい、こんないいものもらっちゃって。どうせ俺らは履けないし。どうぞどうぞ。ありがとうよ。よし、感謝の気持ちに茶でも入れようかの。お構いなく。俺らはもう帰るんで。それじゃわしの気持ちが。そうじゃ、今日買ってきたこれをプレゼント包邮しよう。じゃ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 ん、空想動物図鑑。いや、そんな思い出の品もらえない。いいんじゃいいんじゃ、図鑑シリーズの中でも息子はあんまりお気に召さなかった一冊での。受け取ってくれ。ありがとう。あ、そうじゃ、ちょっと待っててな。これも持ってきなさい、菓子パン。おり、よいしょ。いつもありがとう。マフラー君も荷物持ってくれてありがとうな。あ、いえいえ、お役に立てたんならよかった。ほれ、そっちの帽子くんにも。ああ、すいません。ああ、みんな今度は店が開いてる時にいらっしゃい。茶でも何でもご馳走するからの。いいんですか、僕本当にお邪魔しちゃいますよ。にぎやかで婆さんも喜ぶって。じゃあまた。パンごちそうさまです。あ、またな。そんじゃ。あ。